はるくんお待たせ。今日はるくんを呼んだのは、今まで紹介したことがない水槽をぜひぜひぜひ知ってもらいたかったからなんだ。うん、実はね、普段見落としがちなんだけど、小さくて可愛い魚がたくさんいるんだよ。あ、ごめん、話に夢中になってたら通り過ぎちゃった。戻ろう。このアマモに隠れているのがサンゴタツだよ。タツノオトシゴの仲間でも体が小さくて面白い形してるけど、れっきとした魚の仲間なんだよ。そうだよね、魚に見えないよね。顔も動きもコミカルなんだけど立派なお魚だよ。流れに流されないようにアマモに絡みついてるんだよ。このサンゴタツもそうだけど、この水槽にいる生き物たちはみんな宮島周辺に住んでいるんだ。ここにいる生き物たちは季節によって入れ替えられているんだよ。じゃあ今日は特別に宮島水族館にいながら宮島の海にいる気分を味わってみよう。じゃあこのカメラを使って水槽の中を見てみよう。じゃあ今度は僕のお気に入りの魚を見せてあげる。そう、この魚はナベカって言って、体の大きさは8センチくらいの小さい魚だよ。うん、ナベカは巻貝の中や小さな岩穴、カキ殻などの狭いところに隠れる習性があって、いつもこの筒の中に隠れてるんだよ。好奇心旺盛で驚いて隠れたりした後もすぐに顔を覗かせてキョロキョロしているよ。餌やりの時がまた可愛いんだ。どう、可愛かったでしょ。この水槽のナベカたちはスポイトを入れただけで寄ってきて餌を食べるんだよ。ついばんでる姿も可愛いよね。